遺産数理工学の授業を始めていきます。今回、遺産代数の最終回になりますけども、ブロックデザインの話をしていきます。前回、有限遮影平面の話をしたんですけども、まあ、その話も使っていくような形になります。で、今日の目標ですね。ブロックデザインに関して次ができるようになると。まあ、一つは基本的な性質いくつか紹介しますけども、それは証明できるようになるということと、もう一つ、その組み合わせ配置に関する問題を解決できるようになる。今日は二つ例をご紹介しようと思いますけども、まあ、そういうところにこのブロックデザインの考え方を使えるようになるということが重要な二つ目のところです。で、前回ですね、こういうような話をしました。まあ、生成数 M と Q と、まあ、V。があって、まあ、有限集合 X の素数は V ですよというときに、M 個の集合で次を満たすものありますかと。答えもちょっと今日は、まあ、後に言うかな。で、何かというと、それぞれ Q プラス1個要素を持っていると。で、異なる2つの、この集合ですね。AI と AJ に対して、その共通部分の要素が 1A に存在するということと、異なる x, y っていう要素に対して、その x, y を両方とも含むようなこの集合の中、集合が一つ、ちょうど一つ、1に存在するというようなことと。ということで、前回ですね、このような例を出したんですけども、まあ、こういうような話の続きというか、これをもう少し一般化した話を今日はするという形になります。で、まあ、前回の復習なんですけども、この Q が素数の歴の時ですね。この、V と M を Q の2乗プラス Q プラス1というふうにした時には、このような集合を存在すると。で、その時には異数 Q の遮影平面を考えればよいということでした。そこを改良するのを忘れましたけども、異数 Q の遮影平面を考えればよいということになります。で、まあ、このような質問を、まあ、他の V とか他の M とか、あるいはちょっとここら辺の設定を変えたときにどうなるかっていう話を今日はするということになります。で、そのための概念がですね、ブロックデザインというものです。まず定義をします。ですね、生成数 V と K とラムダっていうのをまず用意します。で、V は2乗、K は2乗とします。ラムダは1乗。で、VK ラムダデザインという言い方をするんですけども、VK ラムダデザインというのは次を満たす X と D という次のことです。で、X は、要素数が V の集合、有限集合です。要素数 V と。で、この D っていうのは、実はこれ、まずこれ、D が何なのかってことは、ちゃんとなかったですけど、D は、X の部分集合の集合です。書けない。D は、X の部分集合の集合です。部分集合をいくつか集めたもの。まあ、そういうものを X と部分集合属っていうふうに言うこともあるんですけども、まあ、この言葉は別にここでは重要ではないです。で、何かっていうと、この D の要素であるようなこの集合ですね。X の部分集合 B の要素数は K であるとですね。どのようなこの B も要素数 K であると。で、3番目。異なる任意の、2つの要素 X、Y。ですね。large X の要素 XY に対して、X と Y を両方とも含むような、要素として含むような、この D の要素であるような集合 B。わかりにくいですね。で、そのようなもの、そのような B の個数がラムダですと。というのがこのラムダ。だから、まあ、ここに書いてあるんですけども、任意の異なる X と Y に対して、この X と Y を両方とも含むような D の要素 B の数がラムダであると。ですね。この縦棒はこの集合の要素数を表すということでした。そうですね。これ、前回ちゃんと言っておくべきでしたね。これ集合の要素数を表すと。で、これがどの異なる任意の2つの XY に対しても正しいということが重要ですと。ですね。で、まあ、これがデザイン、VK ラムダデザインの定義。で、まあ、VK ラムダが、まあ、なんか分かっているときとか、あんまり気にしないときには単にデザインと言ったり、ブロックデザインと言ったりします。で、例がありますね。これ先ほどの例ですけども、これは、このような D を持ってくると、V が3、X の素数3で、K は2。どの D の要素であるような集合の要素数も2であって、ラムダは1。何かっていうと、どの2つの異なる要素を Large X から持ってきても、それを含むような D の要素であるような集合がちょうど1個ありますよ、ということです。
ですね。で、これが、まあ、VK ラムダデザインの定義ですということになります。ですね。ちょっとわかりにくかったりしますけども、いいですかね。まあ、これだけなんですね。で、これだけでいろんなことできてしまうというのが、やっぱり数学のそういうところで、考えますね。で、一応、用語なんですけども、この D ですね。この D っていう、集合の予想図のことを B と言います。先ほどの、前回はこれ M って言ってたんですけども、今日はこれ B と呼ぶことにします。前回この K のことを Q プラス1と書いてたんだけども、まあ、それはこの K に対応するという形になります。はい。で、この X の各要素のことを点と言います。で、D の各要素のことをブロックと言います。だから、ブロックっては点の集合ですね。ことになると。そうです。いいですかね。だから、前のページの例で言うと、この例では、この3つブロックがあると。だから、この場合、B っていうのは3になるということになります。はい。ということで、先ほどのですね、ちょっと話していた、この因数級の有限斜平面で、まあ、前回のこの、問いに答えられたっていうことがあったんですけど、これはどういうものかっていうと、V が q 二乗プラス q プラス1。だから、で、k、そのブロックのサイズが q プラス1で、ラムダが1であるような、VK ラムダデザインが得られるということになるわけです。で、どういうことかっていうと、まあ、この a1 から am っていうのが、これが、その、あれですね、ブロック対応するわけです。で、各ブロックの要素数は q プラス1なんで、k が k プラス1。k っていうのはそのブロックの要素数を表していると。で、v っていうのは、この x の要素数ですけども、この因数 q の有限斜平面を考えるときには、この x に対応するものは、原点を通る直線を全部考えると言っていたと。で、その数は q の2乗プラス q プラス1だったということですね。で、ラムダは1です。どの2つの点に対しても、それを含むようなブロックが1つだけ存在する。からラムダは1です。そうするとですね、この有限斜平面ではこの2番目の条件っていう、そのどの2つのブロックを持ってきても、その共通部分にあるような要素がちょうど1つ存在するっていう条件があるんですけども、これは、まあ、先ほどの VK ラムダデザインの定義には、まあ、入ってないような条件になるわけですね。だから、まあ、この2番目の条件っていうのは、その VK ラムダデザインを考えるときには、まあ、落としているというか、まあ、考えてないような条件になりますと。はい。ですね。ということで、まあ、前回考えていたこの因数 q の有限斜平面から何か作るっていう話は、このデザインのまあ特殊な場合の話をしていたということになるわけです。はい。で、まあ、応用例、先ほどその組み合わせ配置の問題にか、あの、解決できるようにしたいっていう話があったんですけども、それのまず一つの例です。応用例。例えばですね、7種類のワインを7人の評価者で品評したい。まあ、こういうことよくありますよね。よくありましたね。で、公平にするために次を満たすようにしたい。だから、まあ、7種類のワインを7人に評価され、品評したいんですけども、まあ、その7人の人が全てのこの7種類をまあ飲む必要はまあ特にないわけなんですよね。で、まあ、そういうことにはしたくない。だけども、だからなんだろう。一人当たりその飲む量はまあ減らしたいと思うわけですね。だけども、それでもあっても、なんか公平に、その、品評というか評価できるようにまあしたいなっていうふうに思うわけです。で、どうするかっていうと、どのワインも3人の評価者がまあ評価することにしましょうと。だから、7人の人が全てのワインをこう飲むんだったら、どのワインも7人の評価者が品評することなんだけども、それはまず諦めて、どのワインも3人の評価者が品評するっていうことにしましょうということにします。ただ、そうする、まあ、それだけを満たすのは簡単なんだけども、この2つ目の条件も同時に満たしましょうと。どの2つのワインもある評価者が同時に品評する。なんかっていうと、だからワイン A とかワイン B っていうのがあったら、そのワイン A とワイン B を両方とも評価するような評価者が必ずいてくださいと。で、そうすると、まあ、その人によって A と B の比較が行われるんだということになるわけですね。で、まあこういう評価の仕方をしたいと。だから今、7種類ワインがあるんで、A と B っていうワインがあったら、それを両方とも評価する人はいるし、A と C っていうのを両方とも評価する人いるし、A と D っていうのを両方とも評価する人いるし、B と C というのを両方とも評価する人がいるかっていうのはこの二つ目の条件です。で、このような品評の仕方はありますかっていうのが問題です。が、そのようにうまく、この7人の人にワインを割り当てたいわけです。で、その時に、ちゃんとこのような条件に出されるようにしたいようですね。まあ、これその7人、の評価差で7種類のワインなので、まあ、頑張って見つけようと思えば見つけられるかもしれません。
でもですね、実は、もしかしたら難しいかもしれない。で、実は、これはですね、回答例なんですけども、731デザインを考えられるということになります。で、731デザインっていうのは、先ほどのその斜辺平面で言うと、この issue Q イコール2の斜辺平面を考えると、その時に得られるのはこの731デザインなので、それを考えてあげれば、これはできますよということになります。で、どういうことか、ちょっと次のページで説明します。これ前回も出した図なんですけども、これ issue2の斜辺平面の、イメージ図で、上の方が、原点を通る直線。下の方が原点を通る平面を表しているということですね。で、今、原点を通る直線に順番に A から G まで、名前をつけてます。で、下の方はこれ平面なんですけども、その平面をに含まれるような直線で、今、ここ集合を作ってます。例えば、ここの一番左側の平面っていうのが B という直線と C という直線と F という直線を含んでいるので、BCF という集合を作りますということになっている。で、ここに書いてあるんだけども、この直線を Y に対応させて、平面を評価者に対応させましょう。今、7種類の Y を7人の評価者で品評したいというふうに言ってるわけですね。で、だから上の方がこれ Y なわけです。Y。下の方が評価者に対応していて、どういうふうに考えるかっていうと、これ評価者が7人いるんですけども、この例えば一番左の評価者は B と C と F っていうラインを評価しましょうと。で、例えば4番目の評価者は C と D と G、C と D と G というラインを評価しましょうというふうに思うというか、そのように各評価者にラインを割り当てるわけです。そうすると何が起こるのかっていうと、まず、どのラインを見ても3つ線が出てますから、三輪の評価者で評価されるということになると。これは、斜辺平面の言葉で言うと、どの直線も三つの平面に含まれるということに対応しているわけです。で、なおかつ、どの、二つの異なるラインを持ってきても、それを同時に評価する人がいる。ですね。どの二つのラインを持ってきても、それを同時に評価する人がいる。っていうのが、このブロックデザインの、このラムダが1っていうところに対応しているわけですね。いいですか？という形で、先ほどのその要求を満たすような割り当て方、このように作れますよということになるわけです。いいですか？で、今はですね、ちょっと戻りますと、このなんか7人、あ、じゃ7種類の Y も7人、どの3、で、どの Y も3人の評価者。で、どの2つの Y もある評価者と2を品評するかっていうのは、こういう、条件があるわけです。で、この条件の時には、731デザインを考えればよかったってことになるんですけども、ここの条件が変わると、違うデザインを考える必要があったりするわけです。で、問題はですね、そのなんか、そういうデザインがあれば良いってことになるんだけども、そういうデザインがですね、本当に存在するかどうかってことはまた別の問題なわけです。だから、まず、そういう、なんか、どういう性質を持つものが構成されるべきなのか、考えるべきなのかってことを、まず定めますと。で、その次に、じゃあ、それが本当に存在するのかってことを考える必要があるわけです。で、今の場合は、この731デザイン存在するからいいわけですけども、で、そうじゃない場合もあるかもしれないという話をまた後でします。でですね、ブロックデザインを考えるときには、ここに書いてあるこの結合行列、あるいはですね、接続行列と呼ばれるものが非常に、役立つので、ちょっとそれも紹介します。今、VK ラムダデザイン、XDT があるとします。今後ですね、VK ラムダデザインっていうふうに書いたら、もうこの V と K とラムダは、生成数で V は2以上、K は2以上、ラムダは1以上であるってことは、案に仮定していると思ってください。だから案に仮定しているか、V は2以上、K は2以上、ラムダは1以上の整数。生成数。これを案に仮定しているというふうに思ってください。一時書かないかもしれませんけども、案に仮定していると思ってください。その時に、この XD の結合行列って何かっていうと、これ X×D 行列です。例えば、これ下に例があるんで、まずそれでやりますけども、これ、これ先ほどの斜辺平面の例ですけども、この上の方が X で、下の方がこの D に対応してるっていうふうに言っていたわけです。で、この行列は、行が X に、行の、数字が Large X に対応していて、列の数字が T に対応していると。だから、X の方が、行の数字は、この場合 A、B、C、ちょっと小さいですね。A, B, C, D, E, F, G とか、こんな感じになっているということになるわけです。で、今ですね、この、花文字 D の方。このブロックの方は、1、2、3、4、5、6、7個あると。これ順番に並んでいると。で、これどういう行列かっていうと、だから、各成分っていうのは、ブロック、行が X の要素。
で、列がブロック対応しているということですね。で、今、ここ今、D に対、D の行、B4 の列に対応するこの、要素を見てるんですけども、成分かな、成分も見てるんですけども、今ここ1になってます。で、これなんでかっていうと、この4番目のですね、ブロックに D が要素として含まれてるからです。だから、X が B の要素であるときには、この X 行 B 列の成分は1にするというのが、この結合行列の作り方。で、そうじゃなかったら0とするというのが、この結合行列の作り方です。いいですか？で、そうするとですね、例えば他のところ見てみると、1番目ですね。これは、BCF。このブロック BCF を含んでいるので、この1番目のところの1となっているところは、ちょうど B と C と F に対応する行になっていると。こういうことですね。こういう形になっているということですね。よろしいですかね。こんな形になっている。で、まあ、この接続行列じゃなくて結合行列っていうのは、この今考えている、デザインの情報をすべて含んでいるということになります。まあ、これですね、数字も含めて考えると、情報をすべて含んでいるということになります。なんでかっていうと、この行列を見れば、で、この各列を見れば、この各、ブロックがどの要素を含んでいるのかわかるし、行を見れば、各要素がどの、各点がですね、各点がどのブロックに含まれているかわかるということになります。だから、この状況をこの行列からまあ復元できるわけです。まあ、別の言い方をすると、このまあグラフのように書いているものと、この行列書いてあるものは同じ情報を持っているわけです。で、まあ、普通は、普通というか、このなんか、デザイン、ブロックデザインの文献では大体この行列を使って書くことが多いんですけども、まあ、私はなんか図で書く方が好きなので、リブグラフ使ったりしますけども、本質的には同じものを表しているというふうに思ってください。だから辺があるところがちょうど、この、1になるところに対応しているということになります。いいですかね。はい。で、このようになります。はい。で、今、で、ここでまずブロックデザインの定義をしました。じゃあ、ここからですね、ブロックデザインの性質をいくつか見ていこうと思います。はい。一つ目はですね、何かっていうと、任意の点を含むブロックの数です。で、これは重要なんですけども、というかまあ、これをまずちゃんと紹介したい。何なのかというと、まずまあ、VK ラムダデザインがあるとします。XD ですね。で、B はいつもブロックの数を表すというふうにします。で、この時に任意の点 X を考えた時に、その X を含むブロックの数っていうのは何でしょうってことをよく考えたりします。先ほどの、この斜辺平面のでだと、この点というか、まあ、この要素ですね、を含むブロックの数は3ですよ、ということになっていて、いるんですけども、この場合はですね、そのラージ X のどの要素を見ても、それを含んでいるブロックの数が3になっているんですね。で、それはですね、そのように、その、任意の点を含むブロックの数っていうのは必ず一定になります。X によらず一定になります。で、これは、この V と K とラムダから全部決まる。こんだけですと。K-1 分の V-1 ラムダ。そこ、なんか書き方もちょっと困ったというかどうしようかなっていうふうに思った。まあ、なんかこのラムダを外に出した方がわかりやすいかなとも思ったんですけども、まあ、このように書きました。はい。で、これは整数なんですね。もうこのブロックの数はこれだってふうに言ってるのは、これ整数です。だから、K-1 は V-1 かけるラムダの約数である必要があります。って言葉でわかる。ってこともあって、要求されます。で、これ、今から証明するんですけども、ちょっとまず例を挙げますね。先ほどから言ってるこの位数 Q の斜辺平面。これは、これが V ですね。V、K、ラムダですね。V が Q の2乗プラス Q プラス1。K が K プラス1。ラムダが1であるようなデザインなんですけども、そうすると、この式が正しいとすると、V が Q2 乗プラス Q プラス1。で、K が Q プラス1ですね。で、ラムダが1。なので、こういうふうに計算できるということになります。で、これ実際これ計算すると、分母はこれ9ですね。で、分子はこれプラス1マイナス1がこれ消えるんで、9の2乗プラス9かける1でこうなりますね。で、これは、9プラス1ですね。ね、だからこれと、いくつになる。だから、どの点も9プラス1個のブロックに含まれるということが、まあ、この上の性質が正しければ言える。ことにもなりますし、まあ、この位数 Q の斜辺平面については先ほど言った通り、どの原点を通る直線も Q プラス1個の、原点を通る平面に含まれるということ、これ前回やった通りなので、
この性質が正しいってことは、その斜辺平面の性質からもわかる。で、ここで言ったのは、その斜辺平面だけじゃなくて、一般的に VK ラムダデザインっていうのがあったら、ここに書かれていることが正しいですよ、ということを言っていきたい。ということです。で、これ考え方いろいろあるんですけども、先ほどせっかくですね、結合行列を、定義したので、結合行列を使って考えていきましょうということになります。で、証明の間です。今ですね、この X っていう、要素を含むブロックの数っていうのが、この X によらず一定であるってことを言いたいわけですね。で、じゃあこの X に対応するこの行を見てみましょうと。そうすると、まあ、いろん、この中に0とか1とかが、まあ、いろんなところにあるんだけども、このですね、まあ、一部分にその1がなんか、まあ、固まっているとしましょう。まあ、これはなんか、列の入れ替えすればこれできるんで、まあ、そういうふうに思いましょうと。ここ全部1だと思いましょうと。で、何を考えるかっていうと、この1、この X の行のところの成分が1となっているようなブロックを見ましょうと。つまりそれは X を含んでいるブロックなんですけども、その部分だけ見ましょうと。だから今、ここに今、色変えたんですけども、ここに対応する、この列っていうのは、これは X を含むブロックが全部ここに集まっているということになるわけです。ですか？で、そうするとですね、今このピンク色で塗ってる部分なんですけども、これピンク色で塗ってる部分かわかんないかもしれないけど、これはこの X の対応する行以外の部分です。この部分ですね。じゃあ、この部分に1は何個ありますかと。ことを聞きます。で、聞くとどうなるかっていうと、各ブロックには点が K 個あります。これが VK ラムダブロックじゃなくて VK ラムダデザインの定義ですね。で、その K 個あるうちの1個は、このもうこの X のところにあるわけだから、それ以外のところにある1の数っていうのは、各列において K-1 個です。ですか？ K-1 個です。各列において。で、じゃあ列は何個あるかっていうと、これは X を含むブロックの数だけあります。だから、この1は何個ありますかっていう問いの答えは何かっていうと、K-1 かける X を含むブロックの総数です。いいですか？いいですか？で、これは正しいんだけども、このですね、このピンク色の部分に1は何個ありますかってことを別の視点で数え直します。これ、第1回から第1回目の講義にあった二重の数え上げの考えに、まあ、同じなんですけども、それをやります。で、どういうふうに考えるかっていうと、今はですね、ここのその1の数を、これですね、この1の数を列を見ることによって、で、数えたんですけども、今度はですね、この行を見ることによって数えるということをします。で、どういうことか。今ですね、じゃあ、1個この X 以外の要素 Y を取ってきます。で、そうすると、このピンクのところに、この青に書かれている行、この Y に関する行、1は何個ありますかっていうと、それは、X と Y が共通して、含まれるブロックの数だけになります。ですか。もうこれそもそも X のとこ1ですから、だからここの、これですね。これは、ここは今 X を含むブロックに対応するわけです。ですね。で、X を含むブロックの中で Y の部分が1になっているってことは、それは X も Y も含むブロックになっているわけです。ですか。だから、この青い部分、この青とピンクの重なっている部分、ここには1が何個かになっている、これラムダがあるわけです。X と Y の両方を含むブロックの数です。ですね。じゃあ、このピンクのところを見ると、これはどのような Y をとっても、このどのような Y をとっても、そこのところの、このピンクの部分、どの数なりにある1の数っていうのはこれラムダなわけです。ですか。で、そうすると、今このピンクの部分に、1は何個ありますか？問いを考えてたんだけども、これは何かっていうと、各 x 以外の行に対してラムダ個あって、それが x 以外の行の数だけあるわけです。つまりこれはラムダかける x 以外の行の数なんで、これは、ラージ x の素数マイナス1です。で、ラージ x の素数っていうのは、vk ラムダデザインにおいては v マイナス1だったということですね。いいですか？で、そうすると、今、1は何個ありますかって問いに対して、このように行を中心に考えると、
それはラムダかける V マイナス1個になるというふうに言ったわけです。前のページでは何て言ったかっていうと、これが、V を含むブロックの数かける K マイナス1というふうに聞いたわけです。ですか。で、この2つは等しいわけです。なんでかというと同じものを数えてるから。ですね。ってことは、これとこれ等しいわけですから、よって V を含むブロックの数っていうのは、K マイナス1を、ラムダかける V マイナス1で割ったものになるということになるわけです。で、これが欲しかった結論です。いいですか？で、これで、証明はおしまいなんですけども、これをちゃんと文章に書いたものが次のページにあります。ってことを、まあ、一応見ると。だから、まあ、アイデアは、この行列を考えて、このピンクの部分に1が何個あるかってことを数えるということです。で、まあ1が何個あるかっていうのはどういうことかっていうと、まあこの部分の要素の和ですね。ってことになると。で、それをどういうふうに考えるかっていうと、まあ次の方に考えましょうと。今ですね、じゃあ、同じように、じゃあ X を固定して、結合行列を考えましょうと。で、どうするかっていうと、先ほどのピンクの部分の和を考えるんですけど、それが今ここに書かれているこの量です。この量です。この量です。で、これは20和になっていて、行から先に足すか、列から先に足すかってことが、この上と下で書き方が、このシグマの順番が変わってるだけになってます。ですかね。で、上の方は何かっていうと、この Y としては、スモール X 以外の要素を取ってくると言っていて、B としては X を含むものを取ってくるというふうに言っています。だからこれ今、で、ここの場の書き方がちょっとこれあんまり良くなかったかもしれませんけども、これは、B は必ず X 含んでるんで、この NXB で書いてあるの、これは、これ常に1です。だから本当これ書かなかった方が良かったかもしれませんけども、まあ、書いてしまったらもうちょっと、まあ、筆が滑ったって感じですね。書かない方が良かったかもしれない。で、何かっていうと、この NYB の和を考えて、これが何かっていうと、これでそのピンクの部分を全部こう、スキャンするわけです。で、そこの中の成分が NYB でそれを全部足しましょうというふうに言ってるわけです。ですね。で、上の方の式は先に Y、行の方が先に足しましょうと。だからその後にやった方です。すいません。先にやった方です。先にやった方、すいません。先にやった方で、まずだから Y について足すんで、だから列を固定しますと。列を固定して、その列の中に、いくつ位置があり、そのピンクの位置、いくつ位置がありますかっていうのを言ったらここですね。で、その列の中には K マイナス1個だけ位置がありますということになります。で、それがこの X を含むブロックの数だけ分あるから、この場合は X を含むブロックの数先を決めますし、になりますというふうに言ってます。で、逆の、順番で足すと、まず、Y、行を固定しますと。で、行を固定して、その中に1がいくつありますかっていうと、それはラムダですということでした。ので、全体で V-1× ラムダ個1があるということになります。で、この2つの量が等しいので、答えが出てくるということになるということでした。よろしいですか？はい。ということで、この証明できましたと。だから、もう一回言うとですね、このことから、K-1 は V-1× ラムダの約数でなくてはならない。VK ラムダデザインが存在するんだったら、K-1 は V-1 ラムダの約数でなくてはいけないということになります。はい。よろしいですか？はい。で、もう一つ、なんか関係式があるんですけども、これを紹介します。また VK ラムダデザイン考えるんですけども、ブロックの数が B だとします。で、ブロックの数っていうのは実はこの V とラム、K とラムダから決まります。決まります。だから V と K とラムダを定めると、もうブロックがいくつなくちゃいけないかってことが1位に決まるということです。これ演習問題です。先ほどと同じように、あれですね。結合行列をじっと見てもらうと分かると思います。本当かな？分かると思います。分かると思います。分かってほしい。ですね。で、まあ、例があります。因数9の斜辺平面においては、V が9二乗プラス9プラス1、K が9プラス1、ラムダが1であるということでした。ので、この式に従って、この B っていうのを計算すると、まあ、K が9プラス1だから、分母は9プラス1かける9プラス1マイナス1になって、
分子の方は V が9の2乗プラス9プラス1ですから、9、2乗プラス9プラス1かける9の2乗プラス9プラス1マイナス1かけるラムダ1となります。で、そうすると、これ計算すると、分母は9プラス1かける9と。で、分子は9の2乗プラス9プラス1かける9の2乗プラス9と、こうなりますね。で、そうすると、ここですね。この分母と、この分子のこの後ろの部分、これ同じなんですね。だからこれ消えるわけですね。ということで、全体としては9の2乗プラス9プラス1と、いうことになると。ここですね。で、これは、この遮影平面の言葉で言うと、平面の数が9、2乗プラス9プラス1個ですよ、ということです。これ前回証明したことですね。ということになっていて、まあ、ちゃんとこの例でも辻褄が合うような形の量が出ていって、これがそのどんな VK ラムダデザインでも成り立つということになります。はい。いいでしょうか。これ演習問題なので実際に考えてみてください。で、ちょっと初めにも言ったんですけども、この VK ラムダデザインが存在するような生成数 VK ラムダっていうのは何なのかってことが大きな問題です。で、まあこれがよくわかってないわけですね。よくわかってないわけです。で、先ほどの性質から何がわかるかっていうと、まずこれ初めの性質ですね。って言ったのは、X を含むブロック数っていうのが、K-1 分の V-1 ラムダだったので、この分子が分母で割り切らなくちゃいけない。だから K-1 は V-1 ラムダの略数じゃなくちゃいけないということになるわけです。で、演習問題って言っていた二つ目の性質。B イコール、なんだっけな。K かける K-1 分の V かける V-1 ラムダですね。こうですね。こうなので、このまた分母が分子で割り切らなくちゃいけない。分子は分母で割り切らなくちゃいけない。だから分母は分子の約数じゃなくてはいけない。K-1 っていうのが VV-1 ラムダの約数である必要があるということですね。だから、まずだからこの2つを満たさないような V と K とラムダに対しては VK ラムダデザインっていうのは存在しませんということがもうわかるわけです。じゃあ、この2つの、条件を、性質を満たすんだけども、VK ラムダデザインが存在しない場合ってあるんでしょうって言われると、実はあって、例えば、V が43、K が7、ラムダが1の時です。これ実はこれ、因数6の有限遮影平面のが存在するかどうかっていうことと、等価なんですけども、有限遮影平面の場合には、因数9だったら、V が9の2乗プラス9プラス1、で、K が9プラス1。で、ラムダが1だったわけですね。だから、9を6とすると、9の2乗プラス9プラス1はこれ36プラス6プラス1なんで、これで42、43ですね。で、こっちは6プラス1だから7。で、まあ、ラムダはこれ1だと。ということで、まあ、43、7、1っていう、このままパラメータが出てくるんですけども、前回言ったように、因数6の有限遮影平面、これ存在しないってことが知られているので、V が43、K が7、ラムダ1のようなものは存在しないということになります。まあ、等価であることをちゃんとまあ確認する必要がありますが、まあ、実際等価なんですが、そういうことになります。で、まあ、これ以外にも、存在しないと分かっているときはあったりします。ただ、なんか一般的にですね、どのような VK ラムダデザインが存在するのかってことはまあよく分かってない。前回ですね、この因数9の有限遮影平面が存在するかどうかって話をしたときにも、なんか分かってないところが多いんだっていう話、未解決なんだっていうことを言ったと思います。だからまあ、それに、まあ似た話になってるわけです。で、ここら辺は非常に、まあ、深い話というか、未解決な話、問題がたくさんあるというか、多いというような形になってるということになります。ので、まあ、どちらかというと、我々はですね、このなんか、適当に V と K とラムダを与えて、そういうような VK ラムダデザインがありますかっていう、まあ、質問に一つ一つ答えていくよりも、なんか一般的なですね、構成法、先ほどのそのなんか因数9の有限遮影平面を使うとかですね、そういうことがあると嬉しいなっていうふうに思うわけです。で、実際ですね、このブロックデザインの研究においてはそういうような構成法、この場合にはなんか構成できますよとかっていうような、まあ、できる限り一般的な方法がいくつか
調べたりして、まあ、そういう研究があるということになっています。はい。ではですね、今日早く終わってしまうかもしれないけども、最後ですね、分解可能デザインっていう話をしたいと思います。第0回の時に、カークマンの女学生問題っていう、問題がありますよっていうふうに、まあ、典型的な問題としてご紹介したんですけども、それがこの分解可能デザインの話と関係しているということになります。で、何なのか、分解可能デザイン。まず、例から見ます。これ、ある931デザインです。ある931デザインの結合行列です。まあ、9個、要素があるんで、この、V が9なので、V が9で、K が3で、ラムダが1。こういうことですね。だから、どういうことかっていうと、まず、これ V が9ってことは、この行列には9個、行がありますと。ラージ X の要素数9ですよということですね。で、K が3って何かっていうと、どのブロックの要素数も3ですよということなんで、どの列を見ても1が3個ありますよということになります。ですか？で、ラムダが1って何かっていうと、どの2つの行を見ても、どの2つの行を見ても、その、一致する。一致するって何でしょう？何が一致するんだろう？両方に含まれている、ブロックっていうのが一つですよと。となっている。で、これなんか間違ってる気がするな。何かがおかしいですね。何かがおかしいね。後でちょっとすいません。何がおかしいのかパッと見てわかんないのがいけないんですけども、なんかずれてるんですね、ここら辺がね。これがずれてるだけなのかな？これがずれてるだけですよね。だからこれがずれてるだけです。この位置が、何かおかしいと思ったら、この位置がずれてる。1の位置がずれてる。ここに位置があってほしいです。すいません。で、そうですね。で、ちゃんとですね、今何がおかしいかと思ったら、なんか、すべての要素を見て、それを含むブロックの数が、上は4で下が3でおかしいなと思ったんですけども、これずれてるからそうなっていて、これはちゃんとどの要素を見てもそれを含むブロックの数がちょうど4になっているって先ほど証明した性質もちゃんと成り立っているってことはわかりますね。はい。まあ、で、それで先ほど言いたかったのは、このどの2つの要素を見ても、その2つの要素を含むようなブロックがちょうど1つあるという性質が、この場合は成り立っています。まあ、成り立つように作ってるんですけども、作ってはずなんですけども、作ってるはずなので、もし間違ってたら教えてください。で、作ってるはずです。で、まあ、そのような931デザインです。で、これ931デザインなんですけども、実はこれはもう一つこの分解可能であるっていう、余分なというか、好ましい性質をもう一つ持っていて、それを今から説明したいんです。で、どういうものかっていうと、こういうことなんですね。今これなんか3つの色に分けたんですけども、まずこの1の位置がずれてるのは先ほどと同じ、これ後で修正しますが、というか4つの部分に分かれる。これは4つの部分でどういうことかっていうと、だからブロックが4つに分かれると。4つの部分。この3つのブロック D1、3つのブロック D2、3つのブロック D3、3つのブロック D4 というふうに呼ぶことにします。で、何が起きてるかっていうと、この D1 っていうのを見ると、D1 のとこだけで見ると、この9つの要素がすべて、この D1 の中には1回ずつ現れているという形になります。ですか？で、D2 を見ると、これも、この9つの要素が全て1回ずつ現れている形になります。D3 を見ても、この9つの要素が全て1回ずつ現れている形になっています。D4 もそうです。この9つの要素が全て1回ずつ現れているということになっています。で、このように、この D っていうのを分割して、それぞれのパーツにおいて、ラージ X の各要素がちょうど1回ずつ出てくるようにできるようなデザインのことを分解可能なブロックデザインというふうに言います。いいですか？だから今も定義は言ったんですけども、この後のページでちゃんともう一度述べ直します。ですかね。これがやったことです。で、分解可能デザインの定義です。今、VK ラムダデザイン XD っていうのがあるときに、それが分解可能であるっていうのは、次を満たすような D の分解があることですと、ね。で、先ほど言った通り、先ほどの言葉と同じ、すいません、先ほどの例で使った記法と同じなんですけども、この一つ一つの、この分、ブロックの集合のことを D1、D2、D3、まあ、点で点 DR と呼ぶことにします。DR ということにします。
で、どういう性質かっていうと、任意の添え字 i と任意の要素 x、点ですね、x に対して、その di の中のブロックが1に存在して、x は b の要素ですよと。だからこれ先ほど言った通りですね、どの要素、スモール x を持ってきても、この中にちょうど一つだけ、その、要素を含むようなブロックが存在しますよと。いいですかね。ですかね。ちなみにこれはその分解なので、この、あと、ちゃんとこの綺麗に分かれてなくちゃいけない。綺麗に分かれてなくちゃいけない。っていうことが分かります。で、その、VK ラムダデザインの性質を考えると、この各、この D1、D2、DI に含まれるブロックの数も同じである必要があるってことが分かります。ちょっとこれは後で考え、後で言ってから演習問題で考えてくださいということになります。はい。で、これが分解可能であることの定義ですね。で、第0回の講義で言っていた、カークマンのルカク性問題って何だったかってことをもう一度言うんですけども、これは実はこの分解可能デザインに関係しています。どういう問題だったかっていうと、15人のルカク性が7日間登校すると。で、その時に必ず3人1組で登校しなくちゃいけませんと。だけども、この7日間のうちで同じ2人が2度以上同じ組に入らないようにしなくちゃいけない。で、このように投稿させることできますかっていうような問題だったわけです。で、これはですね、実は、この分解可能1531デザインの存在を尋ねていることと同じです。同じです。なんでかというと、もう一度、これ VK ラムダデザインですから、V が15とか何かっていうと、その、今考えているその点が15個ある。というふうに言ってたわけです。15個ある。で、この X っていうのを、この女学生の集合と、見なすわけです。見なすわけです。で、そうすると、まあ、この15人の女学生を考えることになります。ですかね。で、3人1組で投稿するとどういうことになるかっていうと、この15人、ちょっと今これ15点を書くんですけども、15人をこの3人ずつのグループに分けなさいっていうんですね。だからこれは一つのブロックの要素数が3ですよって言ってることに対応するというふうに思ってください。だから、ブロックが3人1組に対応するということになるわけです。ですかね。だから K は3であると。ですね。で、同じ2人が2度以上同じ組に入らない。1回は同じ組に入った。っていいんだけども、二度以上入らないって言ってるんで、何かっていうと、違う二人、同じ二人がっていうか違う、同じ、なんか任意の二人持ってきたときに、その二人が同じ組になることは一度しか起きちゃいけないと言ってるわけです。だからそれは、ラムダ1であることにこう対応するわけです。二人を同時に含むブロックが一個しかない。ですね。で、これを考えるんですけども、今、15、3、1になってると、ブロックの数が先ほど言った、演習問題で証明しなくちゃいけないって言っていた性質を考えると、これは V かける V マイナス1かけるラムダ割る K かける K マイナス1になるとですね。これちょっと計算しましょう。で、そうするとこれ15かける14かける1が分子で、分母が3かける2。ですね。これ何でしょうね。何でしょう。これは、ちょっと、イさん、ちょっとこれちゃんとこれです。これは、5、7、14ですかね。またですね。7、5、14ですね。ん ?7、5、35、すみません。35ですかね。ちゃんと、35。35です。35です。ですね。だブロック35個あるわけです。で、今、この7日間投稿させようっていうふうにしてるんで、1日目は、この中、この5つのブロックを使ってこう投稿させるってことなんですね。1日目。だからこれは先ほどのその分解の1つのパーツになってるわけです。パーツになってるわけです。で、1日で5個の、ブロックを使うことになります。で、2日目は、また違うブロック5個を使うことになるわけです。ですかね。
で、全部でこれブロック35個あるわけなんで、これ7日間、これ、繰り返すと、1日あたりブロックを5個使うわけだから、7日あれば全部でこの35個のブロックがまあ必要になることがわかります。で、ちょうど35個ブロックあるので、この、今考えてることは何なのかっていうと、この35個のブロックをうまく分割して、7日分作りましょうということになるわけです。ということで、この分解化の1531のデザイン、1531デザインの存在を尋ねているのが、このカーグマン女学生問題であるということがわかるわけです。で、ここまでわかれば、まずこの問題っていうのは、つまり分解可能1531デザインの存在を尋ねているんだなということになりまして、じゃあ1531デザインがあるんですかっていう、次のその数学的な問題になるわけです。が、ここまでが、数学的にモデル化しましたっていう話になってるわけです。で、あとは、この1531デザインで分配可能なものを作りましょうって話になって、それは、まあ頑張るんですけども、まあそれをやるのは、ちょっと実は、この講義ではできなくて、ちょっとこの問題は、自体は難しいので、もう少しちょっとグレードダウンした問題を考えましょうと。それは15人じゃなくて9人にしましょうということになります。で、ちょっとその類題として、こういうものを考えましょうと。9人の女学生がいると。で、まあ4日間投稿相談にします。で、必ず3人1組で投稿して、同じ2人が同時職員に入らないっていう、まあ、ここら辺の2つの条件は同じ。だけども、人数と日にちが違うと。1週間やるんじゃなくて4日間だけ。だと。で、このように投稿させることができますかって話なんだけども、これは、実はこの931デザインの存在を尋ねてる。だ9人で、各ブロックの人数が3で、どの2人も1回しか同じブロックに入りませんよ、ということで、で、この時に、またこのブロックの数、B っていうのを計算すると、これまた V×V-1×λ÷K×K-1 なんで、で、これ計算すると、9×8×1 を 3×2 で割ってるんで、またこれ計算ができないんですけども、12かな ?12 になると思いますですね。で、今9人いるわけだから、1、2、3、4、5、6、7、8、9。3人ずつのグループにすると、まあ、こういう形になって3つのブロックができるわけです。ですね。だから1日で3つブロックを使って、で、これで4日目まで、この各日ではブロック3つ使うわけなんで、まあ、4日目まで続けていくと全部でこの12個のブロックを、まあ、過不足なく使う必要があるということになるわけです。いいですか？ということで、まあ、分解可能931デザインの存在を尋ねているんだとか分かりましたと。で、今からやるのは、この分解可能931デザインっていうのを実際に作りましょうということです。で、まあ、これ、まあ、V が3なんだ、V が9なんで、まあ、これ頑張ってやれば、目の子で探してできるかもしれませんけども、ここでは、より一般的な構成法の特殊な場合として、この分解可能931デザインを構成するっていう話をしたいと思います。ここまでの流れはいいですか？はい。で、今からやるのは、実際は何かっていうと、92乗91デザインっていうのを作ります。デザインっていう、カタカナの書き順が違ったかもしれないので、書きますね。ザオの書き順が使えないです。こうかな。ちょっとわかんない。草かむりの書こうかな。デザイン。で、なおかつ分解可能なもの。分解可能な9二乗91デザイン。9は素数のべきです。だから、またこう有限体を使うんですけども、これを作ります。で、だから、前回はですね、有限遮蔽平面っていうのを考えたんですけども、今回もちょっと同じような、なんかその幾何を、背後に持つような考え方をするということになります。で、それがですね、有限アフィン平面と呼ばれるものです。で、Q は素数べきです。で、有限体 FQ 上のアフィン平面といったら次ですよと。この中でです。まあ、じゃあ、で、まず、アフィン平面とは、次の点と直線の集合からなるものですと。で、点っていうのは何なのかっていうと、これはですね、FQ×FQ、あるいはですね、FQ の2乗。だと思ってくださいと。だから、このようなイメージなんだけども、だからまあ、X 軸と Y 軸があって、この一つの軸が、この FQ。もう一つの軸も FQ を表していると。で、今これ Q が2だったら、値として取るのは0と1しかないので、まあ、各、
方向というか、各軸に0と1。ことしかないですよと。だからこの右上の点、これ1、1で点ですよと。こういう形になるということですね。一般的には0から9マイナス1まで、まあ、点があるようなイメージを持ってください、ということになります。だから、まあ、この時点で、なんかまあ、平面っぽいなって感じはするということですね。で、これは点の集合です。で、直線の集合といったら、を考えるんですけども、これはですね、まあ、この上で直線と呼べるものを全部取ってくると。で、それは何なのかっていうと、この LAB と形で書けるものと LC と書けるものを全部集めてくるという形にします。で、この A と B っていうのは、この FQ から取ってくる。この C も FQ から取ってくるとします。で、LAB と書いたのは何なのかっていうと、これは、この平面上の点の集合なんですけど、点の集合なんですけども、y イコール ax プラス b という関係を満たしている必要があります。で、A と B っていうのは、この直線を定義するために考えている、まあ、パラメーターです。で、まあ、例なんですけども、で、まず、この y イコール ax プラス b と言った時の、この ax プラス b のこの、加算。を、乗算は、この fq におけるものだと思ってください。だから、2回前の授業では、なんか青いプラスと青い点、で、この加算と乗算を表していましたけども、ちょっとそれはちょっと面倒なのでもうやめてしまっているということで、ここの掛け算は、この FQ における掛け算、プラスは FQ における加算だというふうに思ってくださいということになります。はい。で、まあ、これ Q が2の時の例として、だから、そうそう Q が2の時というのはどんな感じなのかっていうと、この A と B として取れるのは、この FQ、F2 の、要素なので0か1です。A と B 両方とも0っていうのを取ると、これはまあ定義としては何になるかっていうと、これは xy っていう点なんだけども、y イコール 0x プラス0っていう、だから y イコール 0x プラス0を満たすような y を全部集めてきたもの。で、これは、これイコール0ですね。だから y イコール0となるような点全部を集めてきたものです。で、これは0、0と1乗しかありません。今、x も y も fq の要素ですからね。だから、xy も0か1しか取れないわけです。ですか？そんな形になってます。今はこれは a と b が0、0の場合なんですけども、他の場合もあって、例えば a が0、b が1だったら、それは0、1、1、1になると。ちょっとまあ同じように書くと、これは集合としては xy の集まりで、y イコール、0x プラス1ですね。こういう集合ですね。で、これ1ですから、だからこの y が1になるようなものを全部集めてきた集合になります。だから、そういうことなんですね。だからこれ有限集合ですね。これ直線と言っておきながらですね。なんかこの図では、なんかそのユークリッド平面上のなんか直線で書いてるように見せてますけども、まあこれはイメージ図だと思ってください。だからこれはこの2つの点からなる集合ですというふうに思ってください。はい。で、これが A と B が0、1の場合ですね。じゃあ A と B が1、0の場合はどうでしょう。こんな感じですね。で、この場合もちょっとやっぱり書くと、初めなんだけど、ちゃんと書きましょうね。というか、そういうふうにスライドを作っていなかったのがいけないんだけども、A イコール、A は1でした。1x プラス0と、こういうことですね。で、これは x ですから、だからこの y と x が等しくなるような点全部集めてきた集合になると。だからまあ、イメージ図はこんな感じですね。これは L10 ですと。なります。で、もう一個あるのは L11 です。おっと、間違っている。これは L11 です。すみません。L11 です。L11 が書きたかった。で、これは、定義はどうだったかっていうと、XY の集合で、Y イコール 1X プラス1ですね。これですね。で、だからこれは X プラス1です。で、これは、X が0だったら Y は1。X が1だったら Y は1プラス1なんだけど、これは FQ において、F2 においては0。ということですね。ということで、まあ、こうなると。いいですかね。っていうのが、この LAB の方です。で、この形では、なんだろう。X イコールなんとかっていう形の、直線が表せないので、それを表すのが、この LC の方です。LC の方。これは、C っていうパラメータを与えたら、X 座標が C のようなものを全部集めてきた。という集合です。例えば、まあ、C として0を持ってくると、これ LC になるんですけども、これはこの定義通り書くと、これは、0y の集合で y は FQ から取ってくるということですね。だから、
X 座標は0と決まっていて、Y 座標の方が任意に取れるという形の集合ですと。イメージ座高と。で、L じゃなくて、C を1にすると、こうなって、これは X の座標が1と決まっているとですね。で、Y 座標が自由に選べるというような形の集合になるということです。で、これだけ集合、直線がありますよっていうのが、有限体 F 球上のアフィン平面です。いいですか？いいですか？これ今、Q が2の時の例ですけども、まあ、Q がもっと大きい時、まあ、素数の時、皆さん考えていただければいいと思いますけども、この時の、様子も想像しながら考えてください。はい。で、ここからですね、デザインが作れますということになります。で、まずですね、何をするかっていうと、この点をそのまんま、この今から考えるデザインでは点とします。で、点の数いくつかっていうと、これは FQ×FQ っていう先ほどのこの A 面のこの点の数ですから、9×9 で、これ9の2乗になります。ですかね。だから点の数は9の2乗であるようなデザイン、今から作るということになります。で、じゃあこれ直線、これいくつあるでしょうって言われると、この LAB の、AB の選び方は、A が9通り、B が9通りあるので、LAB として出てくるものの数は9の2乗になります。で、LC の方は C の選び方、これも9通りあるので、LC として出てくるものを9通りあります。だから、直線の数は9の2乗プラス9に等しいなっていうふうに、初め何も考えずに思うかもしれませんけども、斜面平面の時と同じように、このなんか LAB と書いたものとか LC と書いたものの中に同じ直線が出てくる可能性があるわけです。これ集合ですから。だからそれはちゃんと考えなくちゃいけなくって、実際にそういうような同じ、直線、同じ集合が出てきませんよってことをちゃんと言う必要があります。で、実際に出てきません。出てこずに、この AB として違う値を選んでくると、全部違う9の2乗個の直線が得られて、C の方は違う値を取ると、LC として違う直線が全部出てきて、しかもそれらは LAB とも全部違いますよということになります。ということで、9の2乗を足す9個、ちゃんと直線があるってことが分かります。で、これを今から証明します。その LAB や LC として互いに異なるものしか出てきませんよと。同じものが2つ出てきませんよってことを今から言います。そうすると、まあ、ここのアフィン平面の直線の数は9の2乗プラス9だと分かるということになります。で、次に、このアフィン平面からデザインを作るんですけども、その時のブロックの数が9の2乗プラス9になるということになります。で、だから何を証明すべきかっていうと、これですね。異なる AB と A'B' に対して、LAB と LA'B' っていう2つの直線が異なるってことを言わなくちゃいけません。また、C と C' が異なるときに、LC と LC' っていう、X の値が C とか C' ってなってるような直線がこれと異なるっていうことも言う必要があります。で、AB と C っていうのを取ってきたら、その LAB と LC っていうこの直線も違うんだっていうことを言う必要があります。ですね。で、ここでは1番だけ証明して、2番と3番はちょっと演習問題とするという形にします。はい。ではですね、1番を示すときに何するかっていうと、これは、対偶を示すことにします。つまり、LAB と LA'B' が等しいと仮定したときに、AB と A'B' が等しくなるってことを言います。じゃあ、その仮定ですね。LAB と LA'B' が等しいと仮定しましょうと。仮定します。で、そうすると、今この LAB から一つの点を取ってくる XY としましょうと。そうすると、LAB の定義何だったかっていうと、LAB の定義は XY っていう点の集合で、Y イコール AX プラス B って満たすものだったということですね。ってことなんで、XY が LAB のに入っている点だったら、Y イコール AX プラス B っていうのを満たすわけです。で、一方で、LAB っていうのは LA プラス B プライムと等しいわけだから、この LAB の要素であるってことは、LA プライム B プライムの要素でもあるわけです。だから、Y イコール A プライム X プラス B プライムっていうのも満たすってことになります。ですか？で、今、この Y、等しいので、この AX プラス B と A'X プラス B' っていうのも等しいとなります。で、この式ですね。この等式が任意の X に対して成り立つということになるわけです。ですかね。で、今はこれ Q が2以上なので FQ の中には0と1っていう要素が含まれています。だから、今この式において、X を0とすると、AX と A'X これ消えますので、
A イコール、あれが B イコール B プライムが出てきます。で、X イコール1とすると、左辺は A プラス B になって、右辺は A プライムプラス B プライムになります。で、今、これ B と B プライム等しいと言ってますから、この式から A と A プライムが等しいということが言えるということになります。つまり、A と A プライム等しくって、B と B プライム等しいですから、AB と A プライム B プライムっていう点が等しいと言えると。だからそれでこの結論が言えたことになりますということになります。いいですか？ということで、この LAB と LA'B' っていうのは異なる AB、A'B' を取ってくれば、異なるものが出てくるということが分かりました。で、2番と3番は演習問題。ということで、この今考えている直線は全て違うものだということが分かったということになって、直線の数が9、2乗プラス9であるということも分かったということになります。はい。で、今からやるのは何かっていうと、この有限アフィン平面というのは実は9、2乗、9、1デザインであって、しかもこれ分解可能ですということをちゃんと確認しましょうということになります。で、もう一度言うと、この9、2乗、9、1デザインって言ってるのは、これが V が9、2乗。で、K が9で、ラムダが1と、ね。だから、V が9の2乗だってことは何かっていうと、この考えている点の数っていうのは9の2乗ですよと。で、これはすでに、先ほど、述べたこと、証明済みというか、もう観察済み、確認し終わってますとですね。で、任意の直線、K が9だというのはどういうことかというと、任意の直線を見たときに、直線 L に含まれている点の数が9です。ブロックのサイズは9ですと言っている。で、これは、直線の定義を見れば、割と簡単にわかるので、これは演習問題にするか、簡単だと言って何も考えないでいいかどうかちょっと、判断に悩みますけども、これ演習問題にしたいと思います。演習問題。忘れずに演習問題にできるかどうかちょっと今、自信がありませんが、演習問題にします。で、今からやるのはこの3番と4番です。3番何かっていうと、このラムダが1ってことですね。つまり、任意の異なる2点。XY と X'Y' っていうのを、ラージ X、だからその、アフィン平面から持ってきたら、この2つを、含む直線がちょうど一つありますよと。一位に存在しますよということを言うということです。で、これ今からやります。3番。で、4番。分解可能である。ですね。これは、だから今、重要な。これも今からやると。今やるのはこの3番と4番の証明をしていきます。で、まずは、このラムダが1だっていう性質ですね。だからこれは、だから任意に2つこう点を持ってきて、その点、を含むような直線を実際に作って、それ以外にありませんよってことを言うわけです。はい。で、そういうつもりでやります。で、じゃあ、異なる2点持ってきます。で、異なる2点持ってきたときに、2つ場合分けがあります。1つ何かっていうと、X と X プライムは同じとき。X と X プライムは同じとき。で、このときには、先ほどのイメージの図で言うと、なんか FQ。FQ というのが、これ X 軸 Y 軸があるんですけども、この、X と X プライム同じなんで、XY と X プライム Y プライムがあったら、X 座標、これは同じなわけです。同じだ。だから、この X 座標が同じですよという直線の上に乗ってますとなります。だから、今、この座標をですね、C としましょう。これですね。C イコール X プライムと置くと、この2つの点っていうのは、この LC、っていう直線に乗ってますと。よし、と、定義これですね。この C を X' と思うと、XY もこれの要素ですし、X' Y' もこの要素であるということになります。で、問題はないか。じゃあ、他の直線がこの2点を通ることはありますかってことを考えるわけです。例えば、この LC って形の直線。だから、この1つのパラメータで定まる直線。例えば、LC プライムっていうものがあったときに、じゃあ、それがこの2点を通るとしましょうと。で、そうすると、そのような LC プライムっていう直線における X 座標は AC プライムでなくちゃいけないので、X と X プライムは C プライムで等しくなくちゃいけなくなります。で、今、この X、X プライムを C と置いてますから、この C プライムと C が等しくなくちゃいけないということになって、そのような直線、LC プライムっていうのは必ず LC と等しいということになるわけです。だから、この LC って形の直線の中には、この2つの点を通る直線は1個しかありませんということになります。はい。じゃあ、この LAB って形をしている直線の中に、この2つの点を通るような直線ありますかということを考えます。ちょっとこの右上の場所ってもしかしたら、私の顔のせいで見えないかもしれない。おっと。私の顔のせいで見えないかもしれないんで、ちょっと待ってくださいね。
死の顔のせいで見えないかもしれない。ちょっと今、画面共有が、ちょっとすいませんね。トラブルというか、変なところをクリックしてしまったので、見えてるかどうかが、見えてないですね。すいません。ちょっと待ってくださいね。すいません。ちょっと、これは、こういうトラブルを起こしちゃいけなくて、しかも、消えてしまっているので、ちょっと、もう一回、どうしても、すいません。ですね、すいません。変なところをクリックしてしまって、これ消して、こっちで見えるかな。はい、そうですね。すいません。今出てますね。はい、出てますね。で、今、変なところをクリックした。で、ここの位置が良くないと思ったから、これを動かそうと思ったんですよね。すいません。今さら動かしても遅いかもしれない。はい。で、何だったかっていうと、この XY と X'Y' っていうのを通るような、この LAB っていう形の直線があるとしましょうと。で、そうしたら矛盾が起きますってことを言いたいと思います。で、LAB。の定義はこうだったので、この、XY と X'Y' っていうのが、この LAB を取るんだとすると、Y イコール AX プラス B、Y' イコール AX プラス B' っていうのが、Y' イコール AX' プラス B っていうのが成り立つことになります。で、そうすると、まあ、この式からですね、B を消去すると、この式が得られます。いいですか？だから y イコール ax プラス b と y プライムイコール a プライム x プラス b っていうのがあった。プライム少し。っていうのがあって。すいません、ちょっと。プライムの場所がおかしいですね。いろいろと混乱してしまってしまって。こうですね。こうです。で、これ b を消去する。だから、上から下を引くと、ここから、y マイナス y プライムイコール ax マイナス ax プライム。こういうのが出てきます。で、これ a でくくると、a かける x マイナス x プライム、こういうふうになります。で、今、これ x と x プライムは等しいっていうふうに、仮定してますから、x マイナス x プライム、これ0なんですね。ということは、これ0です。y マイナス y プライムが0だっていうふうに言ってるんで、つまりこれは y と y プライムが等しいということになります。つまり、x と x プライムは等しくって、y と y プライムが等しいと言ってるんで、これは、xy と xy プライムが異なる点だったと矛盾します。いいですか。ということで、この LAB っていう形の直線がこの2点を通ることはない。つまりこの LC という直線だけがこの2点を通りますという形で、ちょうど1つだけそういう直線があるということは分かったということになります。いいですか？で、これは X が X' と等しいときの話でした。で、次に X と X' が等しくないときの話をします。はい。X と X' が等しくないときですね。で、この時には、この LAB という形の直線の中に、この二つの点を通るものがあるということが言えます。で、今、この XY と X'Y' っていうのが、LAB の点であるとすると、LAB のこの定義、ここにありますけども、この Y イコール AX プラス B の Y と X を YX にしたものと Y' X' にしたものが成り立つということがわかるわけです。ですね。で、そうすると、これは、並べて書くと、y イコール ax プラス b と y プライムイコール ax プライムプラス b と、こういうことなわけですね。で、ここから a と b が定まるわけです。で、気分を言うと、何なのかというと、気分を言うと、これはですね、これ、その a と b に関する連立方程式なわけです。で、今ですね、このなんか足し算とか掛け算っていうのは、この FQ っていう有限体の上の演算であるというふうなことなんだけども、有限体においては、引き算も割り算も、割り算というか、だから除算、加減乗除、四則演算ができるわけだったので、その普通のその実数とか複数の時とか同じように連立方程式が解けるわけです。いいですか？で、それをやればよいとなります。で、それで実際に解くと、やりませんけども、ここのような形になる。で、やりませんけどはあんまりよろしくないので、やろうかな。やりますね。やるとこういうふうになります。A がここに書いてある式、B がここに書いてある式と。
形になります。で、やります。ここでやります。で、まあ、実際にやるんですけども、ちょっと場所を作りますが。で、例えば、上から下を引くと、y マイナス y プライムイコール ax プラス、あ、マイナス ax プライムあって、これは、どうしようかな。a かける x マイナス x プライム。こういうふうになるわけですね。で、今、x と x プライムは、等しくないので、x マイナス x プライムは0ではありません。だから、x マイナス x プライムの逆減が存在します。情報に関する逆減が存在します。x ノット x プライムより、x マイナス x プライムのインバースが存在する。よって、この、x マイナス x プライムで割るってことができるわけです。で、そうすると、a イコール y マイナス y プライムかける x マイナス x プライムのインバースというのが出てくるということになります。これ、ここですね。ですか。で、これが分かったので、あと、この a をですね、まあ、どちらかに代入します。どちらでもいいんですけども、どちらに代入してこれ作ったかちょっと今思い出せないんですけども、じゃあ、ちょっと、じゃあ、上の式にじゃ代入しましょうと。で、そうすると、y イコール、y マイナス y プライム x マイナス x プライムインバース x プラス b と、こういう式が出てくると。で、そうするとこれで b イコール、y マイナス y プライム x マイナス x プライムインバース x と、こういう形が出てくるわけですね。で、ここで、これをちゃんと整理しなくちゃいけないということになります。で、これをちゃんと整理するにはどうしたらよいのかと言いますと、いろいろな法則を使わなくてはいけない。で、場所があんまりないのは良くないんですけども、場所を作りたくいいんですが、ちょっとうまくいかないので、ちょっとこれだけ上に持ってきますね。上に持ってきます。はい。で、どうするかっていうと、いろんなことをするんですけども、例えば、この、x マイナス x プライムの逆、インバースっていうのはちょっと邪魔と言っちゃいけないんだけども、これがちょっと、これをなんとかしなくちゃいけないんで、まあだから通分みたいなことをするんですけども、y かける x マイナス x プライム、x マイナス x プライムインバースっていうのを y に書きます。まず、じゃあ、まず全部書きましょうね。で、ここはちょっと入れ替えて、x マイナス x プライムインバース。なんかこういうふうに書きます。後ろのところでは、この積の可換性を使っていて、後ろの方は、x マイナス x プライムとそのインバースかけると1になるという性質を使っています。ですね。で、そうすると、これは、x マイナス x プライムインバースでくくると、前が yx マイナス x プライムで、後ろがマイナス y マイナス y プライム x。こうなるわけですね。こうなるわけですね。で、今ちょっとここの前の部分だけ見ると、これは展開すると、yx マイナス yx プライムマイナス yx プラス y プライム x。こうなるということになります。で、そうすると、これが消えますね。マイナス yx yx。これ消えますということになって、ここがマイナス、ちょっと、また、積の可換性を使って、x 先に書くんですけど、x プライム y プラス xy プライム。こういう形になりますね。ということで、これかける、これなんですけども、この、両方にマイナス1をかけることによって、これが出てくると、いうことになります。ちょっと、見た目が汚いから良くないんですけども、ちょっと今書いたものは消そうと思いますけど、よろしいですかね。という形で、この A と B が、ちゃんとこの連立方程式を解くことによって1に決まるということになります。まあ、原理はそんな形です。で、書いたものを消したいと。消えますかと。はい、消えました。ということですね。ということで、だから、この LAB という形の直線にこの2つの点が所属しているとすると、そのような A と B 体も1つ決まります。だから、あとは何かっていうと、この LC という形の直線にこの2つの、点が乗ることはありますかってことを考えます。で、それは実際ないんだってことを言います。で、もしこの2つの点が LC の点であるとすると、この X 座標が C に決まるわけです。だから X と X プライムっていうのが C に等しくなります。だけども、もともと X と X プライムは等しくないというふうに言ってたから、それは矛盾になると。だから、LC という形の直線にはこの2点乗ってないということになります。つまり、この A と B によって定まる LAB という直線だけが、この2点を
含む直線であるということが言えるということになって、この3というものの証明が終わるということになります。いいですか？はい。で、これが3番目。だからその2つの異なる2点。そうなんです。異なる2つの点を含む直線がちょうど1個しかない。ってことは今証明できました。いいでしょうか。それで、4番目。次の性質は何かというと分解可能であるってことですね。で、それを言いたい。で、これが次です。これ4番目。これ分解可能であるんです。で、分解可能であるというのは何だったかってことを、まずちょっともう一度、思い出すと何だったかっていうと、D を、D1 から DR に分割して、任意の点と任意の添え字から R ですね。に対して、X を含むような、DI のブロックが、を満たす B が、一例に存在すると。ちょっと先ほどと、表現は違うかもしれませんけども、まあ、言ってることは同じです。だからこれがその、分解可能性の定義でしたと。分解可能性の定義でしたと。で、これを満たすように分割しますと。で、今はですね、どうするかっていうと、9プラス1個の集合に分割します。これ今、直線の集合があるんですけども、直線の集合を、9プラス1個に分割しますと。で、どういうふうに分割するかっていうと、まず、Li っていう、この直線の集合を作るんだけど、それは何かっていうと、この LAB のこの A の部分を i というふうに決めたもの。だからこれは、集合の中で書くと何かっていうと、xy なんだけども、y イコール ix プラス b を満たすようなものを全部集めてきたもの。すいません。何がイコールかわかんないですね。何がイコールかというと、この部分ですね。LIB がこれに等しいです。ですね。で、この、花文字 AI っていうのは、このような直線の B をすべて動かしますと。では、気分としては何かっていうと、先ほどのこの、こういうなんか図があったと思うんですけども、FQ と。だからこれは、だからその、なんだろう、ユークリッド平面上のイメージを持つと、この i っていうのはこれ傾きなわけです。だから、傾きが、の直線で B を変えましょうと。B を全部可能なものを取りましょうと。こういうふうにですね。B を変えて、この傾き同じものを全部集めてきた直線の集合が Li ですと。で、傾きが i ですと。というのがこの Li です。だから傾きが i で、この B だけを全部取り得るものと取ったものという集合が Li です。ですか？で、LQ の方。だから今、i は fq の要素ですから、i は0から9まで、1まで動きます。i は0から9マイナス1まで動きます。で、もう1個、lq としてはそれ何かというと、この lc っていうその垂直な直線ですね。こういう直線ですね。こういう直線。こういう直線を、この平行移動させて、全部作ったもの。この c を動かして変えたもの。lc を全て集めてきたような、直線の集合というふうにします。いいですか？で、これで、9プラス1個の部分に、集合が分かりまして、一つ一つの、この花文字 Li とか花文字 LQ っていう集合には直線が、9個。9個っていうのは、この、FQ の予想数分だけあるということになります。いいですか？ということで、確認すべきこと。これがちゃんとその、ここの意味での、その分解可能デザインであることの定義に書いてある性質を満たすためには、これを言わなくちゃいけないと。任意の添え字 i と任意の点 xy に対して、xy を含むような直線が、この花文字 ly の中にちょうど一つだけありますよってことを言う必要があるということになります。いいですかね。で、それやりましょうということになるわけです。はい。それをやります。で、これはですね、この i が
0から9までの場合と、0から9マイナス1の場合と9の場合で、この考えている直線が違うので、そのちょっと倍分けがいります。そうですね。i が0から9マイナス1の場合と、i が9の場合で分けて考えます。じゃあ、まず i が0から9マイナス1の場合ですね。定義というか、まあ、これ、li、花文字 li をこういうふうに定義しました。ということですね。で、じゃあこの時に任意の xy っていう点を考えて、これを含むような直線がこの中にありますかってこと、あ、ちょうど1個だけありますかってことを考えるとですね。で、そうすると今この xy を考えたら、この xy に対して b を y-ix としましょうと。今この段階では i も xy も固定されてますから、それを使って b をこういうふうに作りましょうと。で、そうすると、b をこういうふうに作ったら、この b に対して今考えている点 xy っていうのは lib という直線の要素になります。なんでかっていうと、lib っていうのは何だ、定義は何だとかっていうと、xy という点の集合で y イコール ix プラス b っていうのを満たすものがあったわけです。ですね。で、そうすると今 b をこのように置くと、b イコール y マイナス ix とすると、y、違う。すると、この xy はこの式に満たすことになります。なぜかというと、ix プラス b は ix プラス y マイナス ix。だから、加法の、換算性などを使うと、これ y になる。ですね。だから、今 b をこうすると、考えている点 xy っていうのはこの条件を満たすことになるので、lib の要素になるということになります。ですね。だから、この集合の中に一つ、まずこの xy を含むような直線がありますということが分かりました。で、他にないってことを言います。逆に、xy っていうのが lib、まあ、この b は忘れて、lib っていう、直線の要素であるとすると、そうすると今、この定義から、この条件から、y が ix プラス b であるということが分かります。ですね。そうすると、このことから b っていうのが、y-ix じゃないといけないということがわかります。つまり、この条件を満たすんだったら、必ず b は y イコール、あ、y は、b イコール y-ix という形で書けなくてはいけないということがわかるわけです。つまり、この ly という直線の集合の中には、xy を含む直線が一義に存在するということがわかったということになります。で、これは i が0から9マイナス1の場合です。じゃあ、i が9の場合はどうでしょうと。今、LQ っていうこの直線の集合を考えるんですけども、これは LC の集合でしたと。じゃあ、今、任意の点 XY を考えて、これを含むような直線 LC がちょうど1個だけあるってことを言いましょうと。で、これは先ほどよりも簡単で、これ C イコール X とすると、この LC で直線に XY という点が含まれますし、逆に LC に含まれる点 XY を考えると、すみません。XY を LC という直線が含むと、すると、C イコール X じゃないといけないということになって、一理定まるということになります。証明終わりですね。ということで、分解可能性が分かったということになります。はい。じゃまとめると何なのかというと、今、有限大 F 球上のアフィン平面っていうのを作ったんですけども、それは実は分解可能球2乗球1デザインであるということが分かったということになります。ですか。ということなので、これを使って、先ほどのカークマンの留学生問題の類題といったものが解けるようになるということになります。実際、こうですね、9人の留学生が4日間投稿して、必ず3人1組なんだけども、同じ2人が2の以上同じ組にならないようにするにはどうすればいいかというと、有限大 F3 乗のアフィン平面を考えれば、それが分解可能球3期デザインになっているので、大丈夫です。できますよということになるわけです。で、実際の方法は、このアフィン平面に従ってやればよろしいということになる。で、実は、先ほど、ちょっと、初めに、分解可能デザインの例として出していた、この結合行列を持つような、デザインですね。これはですね、実は、931。だから、これ分解可能931デザインで、実際、このアフィン、だからアフィン平面だってことを言いたいんだから、F3 乗のアフィン平面。アフィン書けなかった。アフィン平面から作ってるものです。ちょっと、この1の場所がずれてるんです。これすいません。
って感じですけども、どういう感じかっていうと、どういう感じかを言うと、先ほどの言い方で言うと、これが D0、これが D1、これが D2、これが D3 なんですよね。どういうことかっていうと、これはですね、どういうことかっていうと、これ、点で言うと、これ0、0、0、1、0、2、1、0、1、1、1、2、2021222こういう形にしてるはずです。で、例えば、ここの初めの、直線っていうのは、X 座標が0であるような直線に対応してるから、これ L0 っていう直線ですね。で、次が L1、次 L みたいな、こんな感じになってるということになります。はい。違うかな。ちょっと、間違ってるかもしれないな。ちょっと待ってくださいね。まあ、でも、待ってるとダメかもしれない。待ってると、これは、で、次これ、001020だから、これは Y、合ってるかな？だからそうか、D0 とか、これすいません。だから、まず記号が間違ってる。さっきは、だからこれ、L0、L1、L2、L3 ですね。だからこの D じゃなくて、これだから L っていう、こういう、さっきは記号を使ってたんですけども、で、L0 は、0B って、こういうものだから、傾きが0なんですよね。だから合ってるか。傾き0なんで、いいですね。合ってますね。傾き0なんで、傾きが0なんで、Y 座標が全部同じですね。そうですね。だから、0、0、1、0、2、0っていう、Y 座標が0である。ような、だからここが L00。で、ここが L01。ここが L02。だからこんな感じになってるということですね。はい。って感じになってまして、先ほどの構成法に従った分解を作ってると。で、どういうふうにするかっていうと、今これ、点がこれ9個あるんですけども、この9個の点を、その女学生9人に、対応させると。だから女学生 A、女学生 B、女学生 C、女学生 E、F、G、H、I とおりまして、例えば、初めの週は、A、ABC、あ、違う、初めの日は ABC が組、DEF が組、GHI が組で投稿しなさいと。で、2日目は A、D、G が1つの組、B、E、H が1つの組、C、E、じゃあ CF ですね。CFI が一つの組で投稿しなさいって感じで4日間投稿しなさいということがここからわかるということになるということになります。いいですか？で、これは、さっき言ったように、これは、FQ の上のアフィン平面から、分解可能を9二乗9一デザインが得られるわけなので、で、これの、9の、9がこれ、3の場合をやってると。本当ですね。9が3の場合やってるので、まあ、9を、例えばその、これ9、これ素数のべきでいいわけなので、9が4の場合とか、9が5の場合とか、9が7の場合とか、これできるわけです。ただし、9が6の場合は、FQ ってもこれ存在しませんから、この構成法ではうまくいかないということになったりするわけです。いいですか。はい。ということで、今日のまとめをしましょうと。今日はブロックデザインの話をしてきまして、基本的な性質いくつかご紹介しましたし、最後にえっと、分解可能なものとか、アフィン平面の話もしました。で、それを使って組み合わせ配置に関する問題が解決できるようになるということを、目標としてました。で、皆さんの周りにそういう問題があったらですね、ぜひブロックデザインを使って解決をしてみてくださいということになります。で、そのためにですね、有限体というものを、使ったんですけども、有限体はですね、今日やったようなそのブロックデザインとか理算数学のみならず、まあ、符号理論とか暗号理論でも重要な役割を果たしますので、まあ、皆さん今後勉強する中でそういうものが出てくるかもしれないですし、まあ、出てきても怖がらずに、今日、この授業でやったことを思い出しながら復習してもらえればいいかなというふうに思います。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。